登場していただきます。本日は当日のスタジオゲストとして番組を盛り上げていただく歌手のメイジェイさんにお越しいただきました。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。では一言ご挨拶をお願いいたします。はい、メイジェイです。今日よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて当日はワンダーなエンターテイナーたちをゲストに迎え、音楽ライブやトークなどを交えたワウワウオリジナルのエンターテインメントショーが繰り広げられます。どうでしょうお二人、何かメイジェイさんに質問があればここでぜひお願いします。私の方からメイジェイさんに質問させていただきます、はい、当日はですね、さまざまな映画音楽がこうショー形式でお届けされていく予定なんですけれども、メイジェイさん当日僕も歌いますけれども、はい、メイジェイさんも生歌を披露してくださるんですってね。そうですね、はいはい、なんという曲を歌ってくださるんですか。そうですね、実はちょっと11月に、全曲ディズニーの歌を歌ったディズニーソングアルバムをリリースするんですね。ああ、そうですか。そうなんですよ。で、その中にはもう皆さんの大好きなディズニーソングを選ばせていただいて、例えば「美女と野獣」だったりとか。いいですね。昔ね「美女と野獣」で野獣やってました。やられてたんですね。一緒に歌いたいですね。いや、まあ僕は横で野獣になって見てますけどね。あとはそうですね、ライオンキングの愛を感じてだったり、あ、ホールニューワールド、アラジンの曲だったりとか、いろんな曲があるんですけれども、メイジェイさんの声でね、その歌が繰り広げられる、楽しみですね。そうですね、その中から選んでいきたいなと思っていますね。楽しみですね。ありがとうございます。もし美女と野獣、ビューティー&ザビーストをお歌いになったら、私内田さんと踊りますわ。ちょっと踊り練習しとかないっていう。まあこのディズニーソングのね、魅力って言ったらメイジェイさんなんでしょうね。やっぱり私は小さい頃からディズニー映画を見て育ってきて、ディズニー映画に流れてくるこう曲を自分も歌いながら、こうすごくなんて言うんですかね。曲を聴きながら自分はこういうふうに歌えるような歌手になりたいというふうに思わせてくれたきっかけでもあるので。あ、じゃあその頃からもう歌い手になりたい。そうですね、もう3歳の頃から実は歌手を目指していまして、それがディズニーがきっかけだったっていうのもあるんですけれども、やっぱり元気をもらえますし、あとこう自分が思い描いている夢は持ち続けていれば叶えることができるっていうのを一つのこうテーマとしてこう伝えられているので、本当にもう聴いてると元気になりますね。そうですね、素敵な魅力がありますね、ディズニーのものはね。ディズニー映画もそうですけれども、映画音楽というともう誰しも皆さん一人一人がこのシーンであの音楽が流れてるのがっていうのが必ず一つあると思うんですけど、メイジェイさんのお好きな映画音楽といえば何でしょうか。たくさんあります、そうですね、レ・ミゼラブルの夢破れてがとても好きです、はい、もう映画のシーンがこう曲を聴くだけで蘇ってきて、もう涙を流してしまいますね。そうですね、あれも素敵なミュージカル映画ですよね。そうですね、あの歌歌いたくなりますね、やっぱりね。まあライブで実は歌わせていただいたりとかもしてるんですけど、当日も聴きたくなっちゃうね。難しい曲ですね。もう一つ私から質問させていただきたいんですけども、当日11時間番組、3つのチャンネルで33時間、これ無料放送でいろいろな番組がそうなんです繰り広げられていきますけど、メイジェイさんはこれその中で何か気になる番組ありますか。そうですね、私実はもう普段からもうワウワウさんに入っていまして、すごいたくさん映画を見るんですね。でもセレクションが本当に素晴らしいんですけれども、実は私まだ007をあんまり見たことがなかったんです。じゃあこれはね、なので、そうなんですよ、新しい映画が公開される前にちょっと予習をして。いいですね、僕もそうしよう。いいですね、たくさんありますからね。そうですね、みたいなと楽しみにしています。ありがとうございます。ではメイジェイさん、最後に視聴者に向けて意気込みをお願いいたします。はい、当日は皆さんの大好きなディズニーソングを歌わせていただきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。楽しみにしています。ではメイジェイさんには一度ここでご講談いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。タッチワウワウ2015では豪華ラインナップの放送だけではなく、さまざまな企画をご用意しています。今回最後にご紹介するのは、日本を代表するクラフトビールの一つ、南信州ビールとタッチワウワウ2015のコラボレーションで実現いたしましたオリジナルのクラフトビールについてです。その名もワンダーバーレイアカネ。このオリジナルビールを100名様にプレゼントする予定なんですが、今回特別にこの場にご用意しています。お願いします。本当ですか。はい、あちらから登場しましたワンダーバーレイアカネです。ではこれアカネ色っぽい色を意識してるんでしょうかね。一つずつお持ちいただきまして、ではイベントの成功を願って乾杯をお願いしたいと思います。はい、こんな素敵なビールとともにね、皆さんと乾杯できるのは嬉しいですね。じゃあタッチワウワウ2015コラボビール、そしてタッチワウワウがうまくいきますことを祈りまして乾杯いたしましょう。乾杯。乾杯。いただきます。味見を、はい、ぜひ。いかがです？マイルドですね。なんか爽やかな、ちょっとフルーティーな感じもしますし。しますね。これ飲みたい、もっと飲みたくなる、そんなビールですね。皆さんもぜひぜひお飲みになってください。お試しください。そうなんです。皆さんも試飲していただけます。ワンダーバーレイアカネ試飲コーナーをロビーに設けていますので、ぜひ皆様もこちらのオリジナルビールお楽しみください。よく冷えてていいです。はい、よかったです。ではちょっとここでビール回収させていただきますね。ちょっと飲み始めちゃうと大変なことになりそうなのでね。ありがとうございます。さて、盛りだくさんの内容でお送りしてまいりましたが、最後にお二人に意気込みをお願いしたいと思います。では石丸さん。はい。私このもちろん生放送の MC 初めてなんですけども、内田さんと一緒に、そしてこの長い時間ではありますけどね、皆さんに楽しんでいただけるような、そして皆さんがびっくりするような、そんな企画をどんどん立ち上げていきたい、素敵な一日にしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では内田さんお願いします。はい、本当に今も皆さんに紹介させていただきました通り、当日は本当にスポーツあり、音楽あり、映画ありということで、これはあっという間の11時間になるんじゃないかなと思いますの で、皆さんはビールを飲んでいただきながら、私たちは生放送なので飲むことはできないですけれど、本当に石丸さんとともにお祭りのような一日にしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ盛り上げてください。よろしくお願いいたします。